ベビーチューブです。うちは全身用のベビーソープで、うん、こう全身を洗ってたんだけど、うんうんうん、どうしてた？うちも最初の頃は全身用のものを使ってたんだけど、うん、髪の毛が伸びてきた生後6ヶ月ぐらいから、うん、全身用シャンプーだと髪の毛がちょっと絡まったりとか寄進できたりしてたから、体は全身用のシャンプーを使って、うんうん、髪の毛は専用のベビーシャンプーに切り替えたよ、うん。うちは2歳、うん、髪の毛がね少なかったから、うん、うちの子は、うん、きしむこともなくって、うん、結構長い期間ベビーソープを使ってました。へー、そうなんだ、うん、泡タイプだったからその方が洗うのも楽だったし。あ、そうだね、うん、うちは1歳の誕生日を境に大人用のシャンプーに切り替えました。早い、うん、ただベビーソープは卒業しても大人用のね、ママやパパが使っているものは使わずに、無添加のものとか、うん、洗浄力があまり強くないものを選んでたよ。なるほど、うん。ただ無添加にこだわってる商品って意外と多いんだよね。多いね。そうだからね、買うときにちょっと迷うこともあると思うんだけど、うん、ネットでね口コミとかを見て評価がいいものを選んで購入してたよ。なるほど、間違いないね、うんうんうん。そういえば大人用を使ってるときにシャンプーが、ね、目に入ってすっごい痛がってた、うん、うちの子、うんうん、そういうことだね。そうそう、だから無添加や低刺激の優しい成分のものを使うといいよ。勉強になる。うん、赤ちゃんの肌にかゆみや湿疹が起きなければ、様子を見ながら徐々に大人用に切り替えてもいいかもしれないね。そうだね。お風呂上がりはしっかり保湿をしてあげることも忘れずに。忘れずに。最後までご視聴ありがとうございました。ベビチューブのチャンネル登録がまだの方は登録よろしくお願いします。お願いします。SNS もやっていますので、説明欄からフォローよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。